Wi-Fi ではないです。この携帯がおかしい。私痩せてないよ、マジで。マジで痩せてない。太ってる。こんばんは。今日も虫とエアコンの音が聞こえるね。安定ですね。安定です。道具開通ショットガン買いました。ありがとうございます。そう。ぜひよろしくお願いいたします。虫の音がいいね。ね、スズムシです。ツーショット会、今回も外れた。嘘。外れてしまいましたか？私少ないからね、ツーショット会。今ちょうどバイ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 だったよ。あれか、あの配信？マスク大きくない、わからないけど、一応これしてる。トーク会会員としてぜひお願いします。待ってます。12周年配信ね。小さいからマスク大きく見える。そんなことはないです。そんなことはございません。12周年か、懐かしいね。12周年配信、私バイバイバイやったっけ、ユニット。そうで、シアターとリスタートとパーティーに出た気がします。わかりメッセは4回あるんだけど、なくて、そのたまたまその日には参加できる。12周年と同じぐらい忙しいですか。12周年はね、あれだね、あの基本自分で振りを覚えなきゃいけなかったから、そうですね、ずっと練習してましたね。なんか誰かと合わせるっていうより練習ばっかしてましたね。メッセのツーショットないんで愛知に行きます。ぜひ待ってます。よろしく。今回は1回だけ、私は出ないのは1回だけかな。23とかだった気がする。23とかに、23以外は参加しますので、ぜひよろしくお願いします。頑張るんば。
ああそう、ね、台風来てるみたいですね。そういえばなのかなって感じですけどね。皆さん気をつけてくださいね。公共交通機関使う方は特にあれですよね、気をつけないと。あ、東海はね、東海は19とかかな、わかんないけど。そうなんですか。公共交通機関、公日曜から雨、わお。私この辺かな、なんかあれでしたね、すごい台風来るんじゃないかみたいな感じでしたけど。暑いですか？暑いです。はい。遠く帰って。ありがとう。なんと何年かぶりに全嬉しい。ありがとうございます。会えるの楽しみにしてます。あ、そうだ。あのですね。あ、ちょっと待って。初めて遠くにお邪魔します。ありがとうございます。ありがとう。トーク会って何喋ってるの？いろ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 喋る、いろんなこと喋ります。乾杯、おめでとう。あ、そうだ、なんかツイートで見たんですけど、私9日かな、9日が完売してるみたいで、ありがとうございます。嬉しい。9日2部しかないのはなぜ？あれです、あの FC 岐阜のスタジアムライブがありますので、はいです、だからです。その日は長良川、まあその試合を見てから。なので皆さんぜひあのスタジアムライブからのエキスポで私たちと同じ稼働しましょう。稼働っておかしいな、移動しましょう。大移動ですが、はい、そう、多分スタジアムライブは多分発表されてると思う。そうですね、10月9日にですねスタジアムライブをさ、はい、もうなんとかして今年はって思ってたんですけど、嬉しいです、とてもとてもとても嬉しいです。1年我慢しました、私1年我慢しましたよ。メンバーは私知ってるんですけど発表されてないので言えません。メンバー知ってるんですけど、あの発表されてないのでまだ言えないんですけど、はい、ルカさんと私は ホールケーキは何年我慢しましたか。分かんない、7年ぐらい、7年ぐらいです。ヒントください。それはもう皆さんの想像通りだと思いますよ。
じゃないですか、わからないですけど、はい。スタジアムライブ、あ、スタジアム来て、あの、私たちとね、一緒にライブで盛り上がりつつ、試合も観戦し、ツーショット買いにっていう、はい、とてもタイトなスケジュール。ないと思うし、もし決められるんであれば決めたいと話してました。はい、お示しは多分やらない。やる気満々ですって。岐阜も行きます。嬉しい、ありがとうございます。ぜひ、みんなめっちゃされるから、みんな待ってて、発表されるから待っててね。岐阜もでも分かんない、まだ本当に何も真っ白な状態で、真っ白になってもそちらは全然大丈夫ですよ。私が多分ずっと喋り続け、当日まで内緒ってことない、さすがにないです。ギフィーお示しは踊りません。踊りません。ないよ。私はね、したこと、けど、もうしてない。しない人。あ、出ました。ありがとうございます。ありがとう。に多分きっとね、コンサートの日は多分ショールームはできないと思うんですけど、はい。さすがに、でも今できるか、そう、結構持って、あと8枚ぐらい持ってるんですよ。はい、8枚あります。ライブは公式で発表されてないですね。ね、まだ発表されてないです。はい、公式で発表されてはい。メンバーは、まあ、多分公式が FC岐阜さんの方で多分発表されると思うので、スタジアムライブないです。スタジアムないです。
岐阜のあるんですけど、サッカーするところが、はい、その中でやります。あ、さすがにあれですよまあいいや、はい、大丈夫です。その中でやるので、ぜひぜひよろしくお願いします。試合中にはやりません。はい、試合前かな試合前だと思いますさすがに。でも私2年ぶり、去年出てないので、光景はさすがに覚えてるんですけど、なんかやっぱ違うから、まあ、もろもろ詳細で喋ったらめちゃめちゃ嘘情報やんけって怒られます。情報やねんって言われるので、まあ、とりあえず10月9日にあるってあとはもう何も言いません。それはもう詳細見て、はい、発表されるまで。あ、そう、昔ね、2年前って言ってる、1年前、じゃ2年前か、まずと一緒にやったんですよ、リュイナさんととかね、いっぱい16人かな、かなんかでした気がするけど、結構大人数でやった記憶がある。あのキラキラの衣装着た、懐かしい。一応考えてます、この衣装がいいなっていうのは。お楽しみに。ということで、皆さんちょっと早いものですが、ここまでにしたいと思います急に、まあ、ということで、まあ、ちょっとコラボという形になりましてですね、今回私ゴンドラにいます。ありがとうございます。はい、まあ、今回30枚目シングルのリングされてるということで、ありがとうございます。こうやってね、選抜で マッピングってツアーになっちゃう、間違えちゃったまたマッピングやんのみたいな私のゴンドラに乗ってください。よろしくお願いします。ぜひ乗ったら報告待ってます。何日までだろう。明日から何日までだろう。ということでね、14周年も。一緒にね、盛り上げて、はい、でね、楽しく迎えることができたらなと思っていますので、はい、ということで